続いて新型コロナウイルスについての県からのお知らせです現在神奈川県では緊急事態宣言が出されています新型コロナウイルスの感染拡大を止めるには人の移動や人と人との接触機会を減らすことが重要です皆さんには生活に必要な場合を除き徹底した外出自粛をお願いします会食はランチも含めて今は我慢してくださいそしてテレワーク、時差出勤を積極的に活用するなど 感染を防ぐ取り組みを徹底してくださいこうした取り組みは皆さん自身やご家族など大切な方々の命を守るためのものです緊急事態宣言が早く解除できるよう皆さんのご協力をお願いします以上お知らせでしたさあ次回なんですけれども黒岩知事をお迎えしまして新型コロナウイルスについて生放送でお送りしたいと思います ということなんですけれども、まあね最近もストレスのたまる生活ですけど、などうやって気分転換とかする？僕ですか？僕はやっぱりお風呂とか、まあ小説とか、まあ最近ちょっとなんか書いてみたりとかも、なんかいろなんかいろんなことやってみようかなと思ってます今、なんかややれることやってみようみたいな感じですね。いいコメント。よし今週も前向きに頑張っていきましょう。応援します。じゃあまた次回ぜひご覧ください。今日もご覧いただいてありがとうございました。